おはようございます、しょぼうです。今回は前田特殊印刷さんのステッカー&デザインストアがオープンしたので買い物をしてきましたというお話です。本日2024年6月6日に新しく前田特殊印刷さんの凸版印刷の技術だったりで印刷されたステッカーをメインにポスターや T シャツなど、それから前田特殊印刷さんがデザインした他のメーカーさんの商品だったりも販売されている路面店、これ工場併設のコンセプトストアっていうことなんですけれども、少しだけこうちらっと見せていただいたんですけど、そのお店の奥ちょっと脇にですね、もう工場が広がっているような、まあもともと工場と事務所だったところを改装されてコンセプトストアとしてオープンされたということだそうです。それでお店の様子もね、ちょっとだけ撮ってまいりましたので、それを見ながらお話しして購入品のご紹介をしたいと思います。ピョコ、はい、ということで、場所はですね、門前仲町から5分くらいですかね、歩いた、まあ、ちょっと奥まったところにはあるんですけど、道は比較的分かりやすいところで、このね、真っ赤なお店がですね、非常に目立ってですね、分かりやすい、すぐに見つかると思います。そして中に入りますと、右側の壁沿いにステッカーとポスターがね並んでおりまして、いやもうね、どれもかっこいい、本当に素敵なデザインのものが多くて、私文具マーケットで前田特殊印刷さんの隣ということで、まあ、顔を覚えていただいてたわけですけれども、文具マーケットにはまだ出されていないステッカーも並んでいたりしてね、もう今当然最新のデザインのものがお店にはたくさん並んでおりました。お店の左側には前田特殊印刷さんがデザインされた他のメーカーさんのもの、あと印刷シールとして納品されたものが貼ってある商品とか、他社さんのね商品とかが置いてありまして、窓際には T シャツ、またこれがね、イカがかっこいいねえ、イカがすごいですよね。イカのデザインの T シャツ、イカのデザインをはじめ3種類の T シャツが置いてありました。私ね、そのオープンすぐじゃなかったんですけど、どうやらその前はね、お花が届いたりとか、お知り合いの方が来られてたみたいで、一応なんかお客さんとしては第1号ということだったらしく、なんか非常に光栄な、もう一生忘れられない思い出になりましたね。お店オープン当日に最初のお客さんになれるってなかなかないですからね。まあ本当ありがたいことで。で、今ほとんど静止画状態でお話ししておりますが、実はですね、すっごい説明していただいたんですよ。デザインのこととか、こういう商品できましたとかね、このお店をね始めるにあたってとか、そういうことをねお話ししていただいたんですよ。取材みたいな感じだったんですけど、私が間抜けでね、聞き入っちゃって動画回すの忘れてるっていうね、普通にお話聞いて会話してっていうことで、動画に収録してこう皆さんにその強いメッセージを伝えすることが一番ね、こういう YouTube の役割だったんですけど、全くそれをやっておりませんでね、本当にね、最後ちょっとだけお会計の時に慌てて回して、しかもですね、包むところ、これを撮るべきなのに包んだ後で動画を回すという、まあ大失態を演じてまいりましたけれどもはい、最初のお客さんということで買い物をしてまいりました。ということで、ステッカーなどを購入してまいりましたので開封していきたいと思います。まずこの上に載っているこちら、オープン記念に、これはコーヒーですね、バッグタイプのコーヒー、ティーバッグみたいなやつが入ってるコーヒーですね。ちょっとね、これについてお話を聞いてこなかったんですけど、
今回オープン用のステッカーだと思うんですけど、それからサンクスっていう六角形のステッカーが入っておりまして、さらにもう1枚ステッカーをいただきました。そして前田特殊印刷さんといえばこのマだったと思うんですけど、マをモチーフにした三角形のデザイン、こちら白い方これまで購入ごとにいただいておりまして、もうこれのコレクターみたいになってますけど、そのお話をしたらです2ついただいちゃいました。もともとねこちらをいただいてたんですけど、そのお話をしたらもうこれもということで、こちらはフィルムタイプ透明な感じで、こちらが紙のね白いステッカーとなっております。こんなにいただいちゃっていいんでしょうかね。そして購入品に行きます。はい、購入品をきれいに包んでいただきまして、これもね後でね再利用したいので丁寧に剥がしていきますよ。よいしょ。で、まあ、こっちは後で剥がすことにして出していきます。よいしょ。ということで、まあ、大きく2つになってまして、こちらにはステッカーが何枚か私が購入したものが一緒に入っております。これを使うのもね初めてだということで、最初のお客さんっていいですよね。うん、はい、それで購入してきたのはこちらイカですね。なぎって書いてありますね。レタープレスステッカーワンカラープリンティングとありまして、これはでも銀色光ってますね。ちょっとビニールで分かりにくいので出したいと思いますけど、こちら、あ、やっぱり反射しますね、銀色の感じで。これで1枚のステッカーですね。いかちゃんいいな。それから前田特殊印刷さんといえばサンクスのステッカー、まあ、シールですね。必ずついてくるって言っていいのかな、ついてきますきっと、はい、でこれねどうしようかと思って、めっちゃ見えるところに貼りたいんですよね。今まで手帳の中表紙とかに貼っていたので、これはねなんか外から見える何かに貼りたい。例えばこう少しこうね回り込む感じでなんかこう貼っちゃったりとかしたいなということで、まず一つ目は、デザイン的にはあれどちらでしたっけ、あここか、ここのなぎというデザインのステッカー、レターザレタープレスステッカー。そしてこちら、これ最近作られたそうで、模様というステッカーですね。先ほどの動画でも出てきていると思いますけれども、こういった形、まあいろんな形があるんですけど、これの模様のステッカー群です。これも開けてみましょう。おどこだ、あっ、こちら、よいしょ。はい、こちら紙の後ろにおまけのシール入ってます。あ、落ちてたこちらサンクスのねシール、こちらにも入っております。そしてこういった感じですね。これは2パターンの版を色違いで押して、しかもなんかこういう何ですかね、弧円弧を合わせない感じですね。これは一緒ではないですね、赤とね青ね。こういう模様、あ、まあこれもねレタープレスステッカーです。ちょっとこう一見こう人の横顔みたいな、そんな、まあこう見ちゃうとまだ違うんですけど、なんかいろいろと想像させてくれるかっこいい2色のステッカーです。サンクスシリーズも見逃せません。で今回はねだいぶ買ってきましたよ続いては
別腹の、これはクロワッサンでしょうね。聞いてこなかったんですけど、今回。クロワッサンで、紫がベースで、ツーカラープリンティングって書いてありますが、こちら。こちらも、サンクスシールが入っているよ。よ。よ。これ、あ、カバの、これはね、この下の台紙。台紙はこれこれと一体になってるやつですね。はい。で、クロワッサン紫ベースの、またね、細かいでしょ、これ。細かいのよ。これがいいんですよ。これは、前に、青と、まあ赤というかオレンジっぽい色のチョコパンを購入して、もうそれはね、1個使ってますけど、それの同じやつですね、別腹。はい、というもの。それから、こちら。組かわかりませんが、蜂蜜の。こちらはですね、門中ビーベースっていう、門前仲町の蜂蜜屋さんの、まあこちら、前田特集印刷さんがそのラベルをデザインされてるっていうことで、その門中の蜂蜜屋さんのステッカーになってます。細かくどこのっていうのはごめんなさいね。分かってないんですけど。で、こちらもサンクスって書いてありまして、8、あ、で、これ、ここにあるように、これ、2枚です。これは、まあ、一つの絵のように見えるんですけど、ステッカーとしては、ここでね、この形に2枚になっています。しかも、これ、あれかな？カットが絵を切る感じなんですかね。ちょっと分かりにくいですけど、ここに切れ目が入って、出ます。こちらも同様、途中で切れる形ですね。なんかこのまま使いたいですね。まあそのこの切り取ってる感もまたそれはそれでかっこいいとは思うんですよね。どっちもだから、もう一枚必要じゃないこれ。ああ、困っちゃったな、また買うものが増えちゃって。はい。それからやたらかくです。これは、これはですね、先ほどの、ちょっとね、模様、散らかっちゃってますけど、模様の近くに置いてあったステッカーで、こちらはもうちっちゃいサイズのね、氷みたいな感じもしますよね。氷みたいなところに、2カラープリンティングなので、2色。これは黒と銀色が、グレーの紙に印刷されてるっていうことでいいのかな。もう一枚一枚説明を聞いてくるんでしたね。ごめんなさい、その辺は私が見た目でお話をしておりますけれども、銀のねキラキラしたいもので、こちらもねどんどん開けていきますよ。後で組み合わせ分かんなくなっちゃったらどうしよう。そしたらこの動画をまた見ればいいかな。はい、こんな感じで、こちらペンギンのサンクスというシールが入ってます。これはね、今までのちょっとね、大きいじゃないですか。一つの辺がね。で、こちらはちょっと手帳合わせで、私的には手帳の中に使おうと思って小さいものを選んできました。もうちょっと大きいその柄物のカットのやつもあるんですけど、これがちょうど手帳に収まりそうだなと思って購入してきました。これいいよな。なんかすごくカップ書いて、これなんか氷みたいに浮かばしてもかっこいいな。で、これ私手帳でっていう話ね、して、で、初めて前田特集印刷さんとお会いしたのは、私は出店側じゃなくて普通に買い物に行った第2回だったかなですけど、その時からまあかっこいいステッカーもね販売されていて、で3回目の時、まあ偶然にお隣になってね、でなんとなく勝手にですね、文房具向けみたいにふうに思ってたんですけど、前田特殊印刷さんとしては、まあステッカー、大きいステッカーね、気持ちのいい感じの大きさのステッカーを売るんだけど、手帳だとちょっと大きいんですよねみたいなお話しされていて、そのどこ向けその
シールデコがすごい盛り上がっている文房具業界に合わせていく、まあ、そういうのはねあんまり意識されてなかったみたいなので、あでも今そっちね、あのステッカーとかシールが盛り上がってますからねみたいな私お話ししたんですけど、もしかしたらサイズ手帳合わせの感じのステッカーを出してもらえるかもしれませんよ。皆さんお店の方に足を運んでみてください。勝手に言ってます、全然あの勝手に言ってます、ごめんなさい。そして最後こちらスペックブック、こうですね、向き的にはこうで、こちらにオリジナルステッカー&イラストレーションボリューム01って書いてあります。01って呼んだ方がいいか。はい。で、こちらあのデザイン、こちらのステッカーのこう印刷するにあたってのそのカットの部分とか、あと版が2つあって、その版別々の模様だった場合、こういうね2色で別々の模様だった場合、それが分けてこの中にイラストとして入っています。さすがにねスペックブックの中まで全部お見せするわけにはいかないので、まあ、そういったもの、版下の用意されたもの、デザインとこちらのこういう生き物だったり食べ物だったりのイラストが入っている本になっていて、このくらいの商品ですね。こういったものを購入してきました。やっぱりね、元が見たいということで、これは外せませんでした。その他にもね、いっぱい欲しいものあったんですよ。ちょっと大きめのね、一筆線の長めの感じの、そこにメッセージを書いたりとかもできますみたいな、それでステッカーっていうようなもの、もちろん切ったりもできますみたいな、そういうものとか、今回欲しい、もう T シャツも欲しかったんですよ、まあ、言っちゃえば。それからファイヤーキングジャパンのカップ、これはそのファイヤーキングのカップに最初に貼ってあるシールを前田特集印刷さんが印刷されてるそうで、その縁で普通はあんまり外に出ないっていうか、その決まったお店でしか購入できないものを、そういった関係、いい関係を築かれたんだと思うんですけど、その関係で商品一部販売されていて、そのねファイヤーキングジャパンのねカップも欲しかったんですけど、またねこれもう一回近々行って購入していきたいと思います。という感じでね、たくさん購入してきちゃいました。ピョコ。ということで、本日2024年6月6日にオープンしたてのほやほやの前田特殊印刷さんのステッカー&デザインストアで買い物をしてきたというお話でございました。またステッカーが増えました。ちょっとねあのここで終われない感じなんですよ。まだ欲しいものがあって、それがかなりの問題なんですけど、ね、ちゃんと使っていきたいと思います。いろいろね、ことあるたびに使って、そしてまた新しいものを購入するっていうようにしたいと思います。なのでまあ最初はこの複数枚あるやつ、これからね使っていく、チキンで1枚しかないやつね使えないんですけど、まずは複数枚あるものからちょっと使っていって、これね今後ねちょっとイカちゃんね、イカのシリーズね、まだ他にも何点かあるんですよ、 T シャツも含めね。それもあの保護しに行ってこないと、私が保護してあげないと、イカをね保護対象になっておりますので、確保してこないといけないです。決して美味しいとか、あいや美味しいですけど、美味しいとか、まあまあ確保しに行かなくちゃいけないですね。というところで今回は終わりにしたいと思います。皆さんもぜひ門前仲町まで足を運んでいただいてですね、かっこいいステッカー手に入れてみてください。もう私勝手に宣伝しておりますといったところで今回は終わりにしたいと思います。このチャンネルはこういった購入品紹介、文房具レビュー、それから私の手帳の話をしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルとサードチャンネルもやっております。サブチャンネルでは文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話、
文房具がある生活のお話、それからトラベラーズノートのお話をしております。サードチャンネルでは手帳を持って散歩に出かける、旅行に出かけるというコンセプトでお話をしております。サブチャンネルもサードチャンネルもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグしょぼうず、ひらがなでしょぼうずで視聴者の皆さんが交流しております。概要欄にサブチャンネル、サードチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。ではまた。